皆さんこんにちは、ケアキョウです。今回は小規模多機能型居宅介護を紹介していきます。介護業界では小多機と省略をされますが、どのようなタイプでどんな人に向いているのでしょうか。ケアキョウでは個別のご相談も受け付けています。何かある方は LINE までお気軽にお問い合わせください。まずは小多機がざっくりとどのような事業所タイプなのか見ていきましょう。小多機は訪問、通い、泊まりの3つの機能が合わさった介護サービスです。普通この3つの機能を利用するには、訪問介護、デイサービス、デイケア、ショートステイなど複数の事業所と契約をする必要があります。これを1つの事業所で柔軟に対応できるようにしたものが小規模多機能型居宅介護です。この小多機が生まれた狙いとしては、住み慣れた地域で長く暮らせるようにするため、突発的な状況により柔軟に対応するということがあります。ある程度健康な人でも施設に入居するには遠くに引っ越しをする必要があり、大きなストレスとなります。また別々の事業所と契約をしていると、何かあった際にすぐに対応することがなかなかできません。こういったことをクリアするために作られた背景があります。では小多機における仕事の内容を見ていきましょう。さまざまなサービスがくっついたような形なので、それだけ多くの業務内容があります。具体的には自宅訪問、送迎業務、レク、ケアプランに基づいた介護サービスの提供などです。これらの業務を1日のうちで全て行うこともありますが、シフトを組んで自宅訪問だけをする日などができることもあります。この辺は施設によっても異なるので注意が必要です。またもう一つの注意点として、訪問介護もサービスの中にあります。身体介助を行うためには初任者研修以上の資格が必要になります。働きたい人は研修を終了しておきましょう。そしてそんな小多機で働くメリットは4つあります。順に見ていきましょう。メリットの1つ目は、いろんなサービスを提供、経験ができる。他の事業所のタイプでは、通いだけ、訪問だけ、ショートステイだけという1つのタイプの経験を積むことになります。しかしこの場合だと、利用者さんを一貫した介護でサポートすることは制度上の壁に妨げられてしまいます。しかし小多機では一貫をしてサポートすることができるため、より具体的に寄り添った介護経験ができます。例えばケアマネを目指す方が勉強するには手っ取り早いかもしれません。2つ目のメリットは、介護度は低め。小多機は居宅介護サービスのうちの一つですので、介護度は比較的ですが低めになっています。要介護度でいうと平均では 2.4 程度です。特養の基準が3以上であることを考えると、身体的な負担比較的小さくなる可能性があります。もちろんだからといってめっちゃ楽ということがないのは注意点です。3つ目のメリットは、同じ利用者さんを見続けることができる。小多機を利用すると他の事業所を使うことは基本的にありません。そのため同じ利用者さんをしっかりと見ることができます。また小多機においての利用者さんの人数は最大で29人となっています。これは介護事業所としては少ない方です。そのためじっくりと向き合うことができるということができるのではないでしょうか。これが小多機の一番のメリットと言えます。4つ目のメリットは、日勤がメイン。小多機の利用者さんの多くは日中の通いや訪問がメインとなっています。そのため利用者さんの状況などによっては夜勤がないということもあります。しかし注意点としては、急な利用などがあった際は当然シフトを組まれることがあります。最後に小多機に向いている介護職さんの特徴、3つご紹介をします。1つ目の向いている人の特徴は、一人一人の利用者さんにじっくりと向き合いたい人。小多機の最大の特徴は、介護保険の垣根を越えてケアを行うことができることにあります。状況把握もしっかりでき、単体のサービスでは難しい寄り添った介護を行い、一人一人の利用者さんに向き合うことができます。2つ目の向いている人の特徴は、コミュニケーションができる人。小多機はその特性上、一人の利用者さんに対して複数人で複数のサービスを提供します。そのため適切に情報連携ができないと、小多機のメリットがなくなってしまいます。クレームにつながる可能性もあります。そう考えると、コミュニケーションがしっかりできないと厳しい部分があるかもしれません。3つ目の向いている人の特徴は、柔軟性がある人。小多機では通い、訪問、泊まりといった急な利用などの様々な業務に対応をします。逆に言うと、介護職もこの3つのサービスを行う必要があります。
1つのサービスでも大変ですが、この3つのサービスに対応できる柔軟性は非常に大切です。ともすると業務が非常に忙しくなることも多く、柔軟に状況に応じてテキパキとタスクをこなしていく力も重要になります。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。また介助術に特化したサブチャンネルも開始したのでご登録お願いします。ご相談欄まで、概要欄からでも登録ができます。それでは次回の動画で、さよなら。